いやハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジラジオゲニハマーです。はい、現在12月31日土曜日の午後2時50分ですね。はい、今年も大晦日がやってまいりましたね。はい、ただいま姫ごと最終回まで見終えまして、昨日の生配信で、教えていただきました映画、これを今年最後のリアクションとさせていただきます。すみっこ暮らし、飛び出す絵本と秘密の子、絵のタッチが完全に子供向けなんで、自分にとってはもう完全に何でしょうか、新たなるジャンルというかね、ちょっと挑戦みたいな感じかな。はい、Amazon プライムで見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。いきます。321スタート。はい、1時間5分27秒ですね。推進年齢対象7歳以上。完全に絵のたちがもうがっつり子供向けです、これ。すみっこいうのね。ぐでたまってこれかな。猫を励ますのが雑草と。口の部分がね。エビフライの尻尾ね、先週初めて食いましたけどうまかったです。やってらんねえ。ペンギンなんやこれ。トカゲは恐竜の生き残りやと。偽つむり。べに行く。賛成。あ、これセリフは全部ひらがなで、あ、文字で出てくるのね。隅っこ暮らし、はい、飛び出す違反と秘密の項。項がカタカナなんてなんなのね。この世で一番うまい。あれみたいな、手でさ、スーパーマリオのね、大量のホコリが出てきたね。エノタッチと王様ランキングもエノタッチこんなんやった気がするな。世界のお話。動く絵本の読み聞かせっていう感じやね、これ。いらっしゃい。またハマってる。お掃除。どこ？いないね。ありがとう。ご注文は？ホットケーキ、カレーライス、サンドイッチ。サンドイッチってサンドウィッチと何が違うのね。ナポリタン、オムライス、キュウリマシマシでペンギンかほんまに。このさすがとんかつの端っこやね。塩、ああキュウリがない。どこ行くの？キュウリを買いに行ってくれた。あれ食われたね。お化けが食われたね。行ってみる？見てくるよ。雑草やね。なんか UFO キャッチャーに連れてかれたぞ、ペンギンが。あ、皿のっけてる。お母さん。あ、飛び出す絵本の秘密のこと、飛び出す絵本、これことか。せんでしたかい。これ UFO キャッチャーなんなんこれ。ニセツムリの殻だけやなこれ。ナレーションが女性に変わった。ああ、唐揚げと白熊やなこれ。知らない？芝刈りに行ったのかこれ。2回言うたね。3回言うたね、おばあさんやもん。あ、これあれやな。うんこ、ああ、ヤドカリの殻か。うんこかもだ。ピーチボーイリバーサイドですか。じゃっじゃじゃーん言うて落ちてたけどね。なんか おむすびコロコロブランカのバーチカルローリングアタックみたいになってるね。お化け食われたもんね。猫やないかい。雑草に守られてる猫や。そうなの。なんやこれ、ひよこひよこひよこ、泣いたね。来たの？お家は？仲間は？仲間？楽しそう。一人ぼっちなんだね。迷子。自分探し中。ペンギンが似た者同士だと喜び始めたね。この子のお家を探そう。どこ行こう。こんだけ走っといて。これワッチリの少女の世界にワープしてきたってことか。5,000. 스프. 안망. 라멘. 오뎅. 보통ひよこやな。ちょっと待ってて。来る？どうしよう。今度人魚姫あれ話がどんどんあれやな、なんか変わっていくね。タイタニックか。おーい。みんないる？全部この一冊の絵本の中に話が詰まってるってことかな。アラビアンナイト今度。エビフラの尻尾はどの役割できてんねんこれ。りがとう。ありがとう。月に。すごい。これね、羽持ってきたの？どっから持ってきたのこれ。怖っ。やっぱりやめておこう。狐すごい力やなこれ。ああ無理やな。ああそうやったんや。なんて書いてある？安全安心。怪しいやろ、怪しいやろ逆に。休んでて。お家見つかった。うん、そっか。あれ、おらんくなった。あ、さらわれたのか。動けや。ああ、隅っこ暮らしだけに安全安心。いやいや、そういうことか、そういうことやったのか。いただきます。食べ、あ、そうか。そうやったわ。どうぞどうぞ。とんかつの端っことエビフライの尻尾やもんね、これ。食べていりません。なんで食う気なくなったの？また残り物。お家ある？そっか。どっちこれないってこと？これ同じだよ。え、自分探し中。ああ、似たもの同士言ってたもんね。ペンギンなのかカッパなのか分からへんって。同じだ。君はお家に帰れますように。流れ星じゃなくてこの2人だったってことね、これ。キュウリチーンぶつかるゴマ開けといえばポンキッキーズがあったね昔。鬼ヶ島この矢印は全部その絵本の仕掛けやねこれは。ディグダグみたいな、ちょっとディグダグ早く逃げなきゃ。きびだんごありがとう。あ、俺が痛くて、俺が痛いだけ。隅っこね。おにぎりや。おに、あ、おにだけにおにぎり。ありがとう。食べてくれるの？ああ。いや、おにぎりよ。今ひよこにノイズ入ってなかったか、サマータイム連打の影みたいに。押すって書いてあるな。消えた。戻ってきたね、戻ってきたね。お化けだけ先に。見にくい味の子か、そうよね。これだ。ベニマル、これだ。キングオブファイターズです。あ、あれ違う。違ったのね、ほんなら。違うんかい。飛び込んで教会の彼方の6話みたいなね。ノイズが走ってるよな、このひよこに。大丈夫？仲間じゃない。一緒に隅っこに来る？仲間。出られるかも。これで出られるよ。階段作るのか。あ、違うな。うんうん。大丈夫？階段というかはそれってもしかしてあ、お別れするのかひよこと。こうへんのよこ。なんやろこのかばってくれた思い出だけで十分みたいなことなんかな。鬼やなやっぱり。ああみんなか。ありがとう。一緒に行こう。大丈夫？ここは任せて。しんみりするね、これは。あ、いっぱい書いてあげたんかな。わろた、寂しい表情がわろたね。あ、終わった。誰でしょうこれ。井ノ原さんね、 V6 の。あ、本上まなみさんかい。最近見えひんな、本上まなみさん。これって何年前の作品なんやろ。原田知世さん見えひんな最近。冬の子守歌。原田知世さんも50半ばぐらいかね。これもよかったな、この「食べてくれるの」っていうね、赤ずきんのとこ。日本すみっこ暮らし協会、そんな協会があんねや。映画部、監督満球、あれ終わりか、終わった、うん、よいしょ。はい、まあちょっと僕にとっては新たなジャンル、まあ動く絵本といった感じかな。まあ、一応泣ける作品ですと聞きました。まあジーンとは来ましたね。ジーンとは来たけど、ちょっと合わんかったかな自分には。まあでも子供が見るにはすごくいい映画やったかなと。ひよこちゃんの正体が一体何なのか気になる中でね、何ができた、桃太郎と、赤ずきんちゃんとアラビアンナイト、ほんでアラビアンナイト、見に行くアイフの子、あとは何できたっけ、なんか船のやつできたな、まあちょっと忘れたけど、まあそのひよこちゃんの家を探してあげようということで、こうみんなが必死になっていく中でね、まあやっぱ印象的だったのが、いつかは食べられたいという、夢を持つ唐揚げとんかつの端っことエビフライの尻尾がね、喜んでこう「あ、食べてくれんの?」みたいになって、狼が「いやいやいや」ってなって逃げたところが一番印象的だったかな。あ、そういう伏線、あれ伏線回収でいいんかな、になったのもよかったし、でまあ最終的に見に行くアヒルの子供の中って何かなと思ったら、白紙のページに書かれたひよこちゃんやったと。やけどまあ結果的に絵本から飛び出すことは不可能やってことで、まあね、ちょっと寂しい別れになってしまった。まあ結果的により寂しさを増大させただけじゃないかっていう中で、最後の最後に、みんながひよこのためにね、家を描いてあげたりだとか仲間を描いてあげたっていう、まあなかなかハートフルな話だったかなと思いました。うん、ただちょっと合わんかったかなすいません、おすすめしてくださった皆様、昨日の生配信でねおすすめいただきましたけども。はい、ということで、すみっこ暮らし飛び出す絵本と秘密の子でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここから僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、大道芸人であり、そして、メインは子供向けのパフォーマーやっております。そして、やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子ども会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で2年10ヶ月ほど仕事がございません。貯金でなんとかやってます。そんな中、いつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で1010日ですね。昨年2000本以上は動画を失ったと思います。8月18から一昨年の4月頭ぐらいまでの動画ほぼぶっ飛びました。でその悲劇を乗り越えてやってますけども、13年以上使ってきてるこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、9月の14日に新たにチャンネル分けてですね、本職のチャンネル作ったんで、ぜひこっちの応援もよろしくお願いします。毎日19時に1本だけ動画投稿してます。URL は説明文にあります。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション職人ことマジ大道芸人浜下。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。